異常ありません。良い武器は良い鉄から、良い品が入っております。お目が高い。良い出来です。ご武運を。これは正幸様。良きかな。素晴らしい。忙しい忙しい。
異常ありません。これは正幸様。異常ありません。次の出陣は。正幸、戻ったか。よっ。勝頼様、ただいま戻りました。大層な激戦だったと聞く。まさか信重叔父上や勘助まで。はい。だがお前の働きで父上の危機も避けられたそうだな。お前の読み通り霧が出たそうだが、それもお前の手配りで。正幸、多くの犠牲を見てきたのだな。さような時に先行など褒められても嬉しくあるまい。許せ。滅相もありません。それこそモノノフの。正幸、この犠牲もまた親方様の王道の礎なら。無理をするな、正幸。は？人が死んで悲しいのは当たり前だ。戦が続く限りこのような悲しみは絶えぬ。父上には一日も早く天下を取っていただかねばな。はい。そうして大切な友が帰ってきて嬉しいのもまた当たり前だ。勝頼様、正幸が華々しい初陣の戦果を挙げた数年後、正幸には二人の息子が誕生した。我が子か。小さいものだな。そしてなんと私がこの手で守ってゆかねばならぬ命だ。たとえこの身に変えても。そうだな、命を捨てて何を守れるものか。私はこの乱世を。生き抜いてみせる。第2章、盟友。正幸の初陣から8年。武田、北条、今川、この3つの大名家の間には同盟関係が結ばれていた。しかし桶狭間の戦いで今川家が織田家に大敗。それが三国の関係にも暗い影を落とす。折しも武田家では今川派であった信玄の嫡男義信が謀反の疑いで幽閉され、間もなく命を落とす事件が発生。対今川の姿勢をめぐり武田家中は揺れていた。
正行様。それは。商品が入ってますね。アイドリー、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 また来てください。以上あります。いらっしゃい。良い武器は良い鉄から。良い品が入っております。良い出来です。助けてください。
承知した。嬉しい。また来てください。見せようぞ。あ、正行様。忙しい。異常はありません。
正幸様。正幸。今川攻めは避けられませんよ、勝頼様。またお見通しか。悩みがあれば勝頼様は私をお尋ねになる。そして今悩みの種といえば他にございますまい。ひどいな。私とてただ友の顔が見たい時もある。それは妨害の幸せけれど、今は違いましょう。慶喜様のことをお考えで。今川の姫を妻に持つ兄上は今川攻めに当然反対だった。それを疎んだ父上が慶喜様に謀反の罪を着せて死なせた。そうお考えですか。バカな。父上は誰よりお悲しみだ。さようなことがあるはず。同感です。親方様の決意はさようなことで左右されるはずがない。正幸。どんな悲しみも親方様の歩みは止められない。ならば勝頼様の務めはそんな親方様をお支えすること。さように惑うばかりで何となさいます。そうか、そうかもしれないな。跡取りなどになるとそうして叱ってくれる者も少なくなった。礼を言う、正幸。何の無礼打ちかとヒヤヒヤしておりましたぞ。だが苦しい戦になるのは間違いあるまい。兄上や虎正らを失った痛手は大きい。なればこそ策のふるいがいがあるというもの。お前は全く頼りにしている。はは。父上の王道がなればかような思いをすることもないのだろうな。Thank you.
Yeah. Thank you.
ません。出陣するか。すでに勝ちは見えておる。探索を始めるとするか。何か収穫があるとよいのだ。
Thank you.
今日はここまでにしておくか。なかなかの収穫だったな。